はい、今回はね、ニュータッチの守護ラーメンで、明太麺とキャベツたっぷり濃厚味噌ラーメンというものですね。では、いただきたいと思います。ではね、こうね、戻して、はい、うん、なかなか確かに濃厚なね、うん、ラーメンの味と、うん、この太いね麺がいいんですね。まあ人によってはね、この太い麺がね、いろいろと賛否両論あると思うんですけども、まあなかなかこの、ね、こう、おいしさでこう、よくてね。この、うん、シャキシャキとした、うん、麺の、あとはね、うん、おいしそうね。すごく良くて、で、この何とも言えないね、シャキシャキと、そう、まあ野菜の新鮮味ってのが、非常にね、いいなっていうふうに思いますね。で、こう、ちょっとピリ辛あたりがね、また良くて、で、濃厚っていうのがまたいいんですよ、これ。うん、濃厚でいて、まあ、あの野菜もシャキシャキとして栄養が取れて、で、こう、まあ、麺が他のニュータッチと比べて太いと、もうそういったところがこのラーメンが一番選ばれている理由ではないかなと思うんですけども、まあこれ油で揚げてないですからね、ノンフライですから、もう非常にいいなというふうに思うのでね、まあ通常のフラカップラーメンどこどこ食べると、こっちの方がはるかに、まあ極上とまでは言いませんけども、まあそれなりに上の方行ってるんじゃないかなというふうには思いますね。というわけで、どうもありがとうございました。